こんにちは、リサです。今日は消えた初恋第3話のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。第3話にして、青木くん、井田くん、橋本さん、そしてあっくんこと相田くん、この4人の関係がはっきりとしてきましたね。私はやっぱり青木くんと井田くんのことがもちろん一番気になるんですけれど、青木くんと橋本さんの友情というかね、なんだろう、今の状況だと共同戦線みたいな感じで、二人がね、それぞれの恋愛について協力していくっていう、そういう姿がすごい好きなんですよね。橋本さんね、すっごいいい子だし、どんな時でもポジティブですよね。なんかそのまさかのね、青木くんとその好きな人が被ってるって分かった時も、そのまあ結局お互い頑張ろうねっていうことにしてくれたし、その直後にその青木くんが早とじりをしてたってことが分かるじゃないですか。そしたらそしたで、そのじゃあお互い頑張ろうねっていうことで切り替えてくれてね、本当になんか心強い味方ですよね。そしてね、今回も青木くんの可愛さが炸裂していましたね。私の今回の一押しポイントは、カーテンにくるまる青木くんです。はい、井田くん家のカーテンにくるくるくるまってすまきになっている青木くんが、ベストオブ青木くんですかね、第3話。っていうかね、あの4人っていうメンツで井田くん家で勉強会をするってすごくないですか？やっぱり橋本さんはね、すごいんですよ。ポジティブっていうか、もう積極的ですよね。めっちゃグイグイ来るし、その青木くんと一緒にこうやったね、勉強会だねって言っちゃう感じ、嬉しいねっていうところが本当になんかまっすぐですよね。で、そのまあ井田くんに対してもそうだし、橋本さんのことをいい子だなって思い続けるところもそうだし、その青木くんがいろんなことに一喜一憂する姿っていうのも、これまた可愛いなと思うわけです。まだちょっとその本当に井田くんのことを好きかどうか確信はないんだけど、わかんないんだけど、でも多分俺は井田のことが好きなんだよねって言っているところとかもね、なんかそのどっちかわかんないけど多分好きみたいなのをちゃんとこう友達に言えるところもね、なんか可愛いというか、ちょっとアホっぽいんですけどね、いいなと思います。で、多分とか言いつつも、その井田くんの一挙手一投足や井田くんの持ち物にね反応してしまうのもめちゃくちゃ、可愛い、もう恋する男の子ですね。なのにその卒アル見たい見たいって言って井田くんのことをツンツンしちゃうのとかね、もうあれは何なんでしょうか。あそこは天然なんですよね。そんなことさらっとやったらもうめっちゃあざといのに、でもあざとい部分は天然なんですね。いやー、素晴らしい青木くん。とにかく青木くん全てが可愛いし、なんか行動は微笑ましいですよね。ていうかね、青木くんだけではなくて、出てくる子たち全員素直ですごく正直じゃないですか。で、青木くんはその井田くんの前だと緊張しているとか、お前ももっと悩めばいいんだとかって面と向かって言ってしまうんですけど、そのそれらのセリフって、お前のこと好きなんだって直接告白するよりも、その相手のことを好きだっていうことが逆に伝わってしまうじゃないですか。なんかそれに気づかないでそういうことをポロッポロッと言ってしまうところがね、こうキュンキュンポイントですね。そして今回登場した井田くんのお母さん、井田くんのお母さんは青木くん推しなんですね。
本当良かったですよ。青木くんのシンデレラをちゃんと見ていてくれる人がここにもいた。もう私と一緒。お母さん、私も青木くんのシンデレラが素晴らしかったと思います。うん、もう青木シンデレラは今後出てこないでしょうが、永久に推していきたいですね。うん、でその青木くんからね、今回井田くんに対して友達かどうかはお前次第だろっていう捨て台詞が言われたわけですけど、うん、もう井田くんの方もね、その意識の仕方がめちゃくちゃストレートじゃないですか。うん、もうもっと悩んでほしいですね。はい、もっと悶々としてほしい、井田くんには。でこう惜しいのはやっぱり彼はあんまり顔に出てこないところですよね。もっとこう悩んでいる感じ顔に出てくれたらめっちゃ燃えるんですけどね。でもその今の結構仏頂面なんだけど心の声はすごい焦ってるっていうあの感じもたまらないから、まあどっちでもいいですどっちでも井田くんはいいと思います。うん、でもういよいよね、2人その青木くんと井田くんの気持ちがかなり近づいてきているなというところで、このすごいいいタイミングであっくんがもうあーみたいな、こういう時だけ感がよくてね、うん、こう余計なアクションを起こしてしまうんですよ、あっくん。あのね、最初はその当然ね勘違いだったし誤解だったんですけど、その井田くんと青木くんの関係は、うん、でももう青木くんは井田くんのこと好きなんだよ、だからそのなんかちゃんと謝れみたいな感じのはもういいんだ、実際なんだこの時間差の攻撃は、いや攻撃ではないな、時間差の自業自得ですけどね、青木くんの、うん、あっくんによってその時間差自業自得が発動してしまいました。うん、いやそう誤解だったんだけど、でももう誤解じゃないんだよっていう誤解が生じている。うん、そのでも誤解だったんだよって言われた時の井田くんもそれによって結構彼は真剣に悩んでたわけじゃないですか。だからあれはその誤解だったんだ、あれは嘘だったんだって言われた時にもっと怒ってもよかったはずなのに、そのまあ誤解が解けてよかったよって言って許してくれるのもなんかもうここまで来るとめっちゃ切ないですよね。うん、もうお互いにお互いのことを好きになってたのにその誤解だったんだなっていうのでこう尻つぼみになっていくのすごい切ないですよね。誤解だけど誤解じゃないんだよっていう誤解。うん、でもほら恋も愛もね究極的にはもう全部勘違いだという説もあるじゃないですか。多分ね脳の勘違いなんですよ。うん、そう思うとねもうなんかこの時間差勘違い攻撃なんて不毛なやり取りなんでしょう。もういいんですよ、誰が誰を先に好きになったとかもうなんかそういう順番とかもういいんですよ。今自分が誰のことを好きなのかその心に従って生きていってほしいですよね、青木くんにも井田くんにも。その誤解もあったけれども今どう思ってるのかそれをお互いに言ってこう、うん、言ってってほしい、それだけなんだけどな。でもこのすれ違いが、まあ、またこう面白いというかねドキドキするポイントかなとも思います。うん、でもこの勘違いというか誤解はしばらく続きそうなんですよね。でも今回のことがあったことにより青木くんも井田くんもその自分のね、好きだっていう気持ちを自覚できたとも思うんですよね。うん、だからこっからやっと2人のその恋愛が始まっていくんだなという気がします。そんな感じで第4話も楽しみですね。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。